シムノームの推理小説に登場する架空の警察官警部から後に警視警視長となるが、めぐれ警視として知られる。第一作パイアタールレトン登場時は45歳。めぐれ警視の登場する。小説は1929年から1972年まで100編を超え、映像化された作品も多い。1887年。 フランスのアリエ県サンフィアクル村に生まれる。父エバリストは、サンフィアクル城がモデルの管理人だった。7歳で母を亡くす。ムーランのパンビル国立高等中学校を卒業し、医師を志して、なんとの医学校に進むが、父とおばの死で断念。パリで仕事を探している時に知り合った刑事の紹介で22歳の時に警察官となる。パトロール係などを経て、 風紀捜査班に入るが、少婦たちから、子供扱いされ数ヶ月で配置替えとなる。その後所長秘書時代に手柄を上げ、司法警察局特捜部の刑事に昇進する。最終官職は、パリ警視庁司法警察局特捜部長。医者にはなれなかったが、落ちぶれた、貧しい人々の心を癒すこと、また警察官がそれにふさわしい仕事と考えるようになり、 犯罪者に対しての悲しみ、怒り、慈しみから、運命の修理人と呼ばれる。事件が起きると、必ず現場に出て自ら捜査を行い、犯人を逮捕している。捜査に当たり単独で行動することが多く、そのため何度か負傷したことがある。捜査中に状況を問われても、私は何も信じません。何もありませんで済ませることが多い。 したがって上層部や余震判事と捜査方針をめぐって対立することも多く、バンデ県の流村機動隊に追いやられていた時期もある。アルザス出身で建設商局長のメールイーズと26歳の時に恋愛結婚し、パリ11区、リシャール・ルノワール通りのアパートに住む。オルレアン近郊のムンシュル・ロワールの別荘を買い、土曜日には夫婦で出かける。55歳で、 定年退職した後はこの別荘で生活するが、その後も訪れた依頼人のため、ニューヨークなどの海外へ行くことになる。常に3本のパイプを職場に置いているほどのパイプ愛効果で、その中でもルイーズから送られた1本が最も気に入っている。酒好きで仕事の合間にはビール、自宅ではリキュールを飲む。また食いしんぼでもあり、料理好きな妻の手料理を好む。 身長 180cm、体重 100kg でがっしりした体型。娘を幼い頃に失っており、子供はいない。ありがとうございます。